近頃のお前はよく俺の世話を焼いてくれるが、何かジジイにねだりたいものでもあるのか？いえ、ただ三日月殿がお疲れではないかと気になり、微力ながら力になれたらと。なるほど、そういうことだったか。何、気にするな。俺は別に疲れてなどおらんよ。ですが、三日月殿は第一部隊を引き、さらには本丸の皆も取りまとめておられる。おそらく日頃の辛労は並々ならぬものでしょう。ならばせめて本丸ではくつろいでいただかねばと。気持ちはありがたいが、それではお前の方が疲れてしまわんか？自分はあれこれと動いている方が性に合うので問題ありません。そうか。だが無理はしてくれるなよ。お前も大切な本丸の一員なのだからな。あ、もしや三日月殿をいたわるつもりがかえって気を使わせてしまったか。気のせいだ。さて、今日も互いに仕事をするか。近頃以前にも増して鍛錬に励んでいると聞いたが、何か思うところでもあるのか？かつての主を見たことで、自分もさらに腕を磨かねばと思いまして。かつての主というと本田忠勝か。はい、天下無双の槍使いとして名高い御仁です。戦場でのあの勇姿を思い出すとじっとしておられず。確かに伊賀越えの際の働きは目を見張るものがあったな。忠義にも厚いあの方を見て、自分もあのように本丸の皆を支えたいと思いました。皆を支えたいか。てっきりお前自身が本田忠勝のような天下無双の部を手に入れたいのかと思ったぞ。いえ、自分はあくまで皆を支え勝利へ導く方が性に合っていますので。それが本心ならばいいが、まあ結論を急ぐこともない。自分が何に憧れているのか考えてみるといいぞ。自分が憧れているのは、少し考えてみます。三日月殿、先日の助言感謝いたします。自分の理想と現実を見つめ直すことができました。そうか、それは何よりだ。どんな結論に至ったか聞いてもいいか？もちろんです。そのために声をかけたのですから。まずは自分自身が強くなることを目指そうと思います。そうすれば皆を支えることもたやすくなるはずですから。強さへの憧れを認め、さらに皆も支える道を選んだか。時には欲張ることも大切だな。良きかな、良きかな。三日月殿のおかげで自分の胸の奥でくすぶっていた願いに気づくことができました。感謝いたします。俺は何もしていないぞ。しかしトンボ切りの背中を押せたのであれば何よりだ。これからは一個の武人としてさらに精進し、皆に頼られる存在を目指す所存です。いずれは三日月殿にも頼っていただけるように。すでに頼りにしているぞ。これからもよろしく頼む。